こんにちは、編み物予備校のこけし先生です。今日は編み物の一番基本、作り目の作り方を紹介します。ちょっと難しいんですけれども、慣れたらスイスイできますので頑張りましょう。まず毛糸と棒針を用意します。今日は練習なので50センチぐらい糸を引き出して折り返してください。くるんと交差させて、真ん中を押さえて後ろから指を通して糸を引き出します。はい、輪っかができました。その輪っかに棒針を2本とも通します。ちなみにこの時、糸の短い方を絶対手前に置いててください。左手にかけます。まず左手の人差し指と親指をくっつけて、外側から糸に入れて開きます。そして残った指で糸を2本ともつかみます。手前を短い方で、こっちからこう来て、パカッ、ギュッ、こうです。この形にできたら針に糸をかけていきましょう。親指の下にかかっている糸を外から拾って、次は人差し指の上にある糸を外から拾う。そして親指をくぐらせて、親指を離してギュッと締めます。8の字をここでは描くようにして、くぐって指を抜いてギュッ、はい、外から8の字を描いて、くぐって指抜いてギュッ。これを何度か繰り返します。8の字でくぐって指抜いてギュッ、八の字でくぐって指抜いてギュッ。うん、こんな風になります。慣れたらリズムよくできるようになるんですが、1、2、3、このように最後を強く引っ張ることだけは禁物です。もしこのように強く締めて目を作ってしまうと、編み上がった後目だけ伸びないので形が変になります。しかも緩い方はちゃんと伸びるんですけれども、きつい方は全然目だけ伸びないです。というわけで、作り目の大切なポイントは8の字でくぐって指抜いてギュッ、それと締めすぎないこと、ここに注意して作ってみてください。作り目が編み物ワールドの第一歩です。ぜひ頑張ってマスターしてください。この動画が面白かった方はいいねボタンをお願いします。編み予備、まだまだ動画配信予定です。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ご質問ご感想ある方はコメントもお待ちしております。じゃあ次の動画で、バイバーイ。